皆さん前回の動画で励ましてくださって本当にありがとうございます。みんなすごいね。もうそのコメント見ただけで泣けてきちゃいそう。悪いことがいっぱいあったら次はいいことしかないよとか、まあそんなあのすごいですね。みんな見習いたいと思います。みんな優しすぎて私のカウンセラーかっていうぐらいほっとしました。ありがとうございます。急に気持ちを切り替えて、はい、茜まりぃですっていうこともできないので、無理して動画を撮るのも違うかなと思うので、まあ、このままの私を、まあ、今日は気持ちの切り替え方、気持ち自分切り替えてられてないんですけど、今までどうやって気持ちを切り替えてきたかっていうのを今日は動画に撮りたいと思います。あの前回の動画でもそうなんですけど、私結構LINE チャット、相談 LINE チャットみたいなのをやってて、これめっちゃいいです。あのバイトで病んだ時とか、もう私本当にバイトが続けられなくて、いろいろ相談できるチャットがあるんですよ。心のホットラインとか、心のホットチャットとか、生きづらびっとっていうやつとか、働く人の心の耳 SNS 相談室みたいな、まあ、全部相談したんですけど、ちょっと他のやつはやっぱ1時間しか乗ってくれないんですよね。まあ無料で相談乗ってくれるだけ嬉しいんですけど、1時間で切れちゃうので、まだ相談したいことたくさんあるのにって思っても60分で切れちゃうから、もうここら辺で今日は失礼しますみたいな。で結局ここの相談窓口に相談してみてはどうですかとか、なんとか保健センターとか案内しておきますねっていう、結局なんかそっちに持っていかれて終わる。まあ話は聞いてくれてすごい、ただ話したい人はねすっきりしていいと思うんだけど、やっぱ解決はしないですね60分。あとね、他のやつではね、なんかすんませんとか言ってきたの。なんか全然なんかこれ真面目に乗ってくれてるんかって、あそうですかって話は聞いてくれてるんだけど、なんかすんませんってなんか間違って送ったのかわかんないけど、まあ、そこでちょっと不安が。で最近相談したのは生きづらびっと、これはね60分って書いてあるんだけど、制限時間が、でも2時間ぐらい私の話に乗ってくれて、結局でちゃんと一つ一つ私がなんで悩んでるのか、なんで不安に思ってるのか一つ一つ紐解いてくれて、もう他の相談チャットとは全然違った。もう混み合ってる時は繋がらないんだけど、初めてこの前利用してみてめっちゃもう心が楽になりました。あとは私がバイト行きたくなくて悩んでた時は、同じ境遇の YouTube の人を見たり、外に出て歩く勇気が出ない時があって、天チムさんが海外に行ってる動画を見たり、フワちゃんが海外に行ってる時の動画を見たり、すごい元気な人の動画を見ると、わ、この人たちもう全然一人で動画撮って、一人で世界に旅に行って、一人で旅行に行って、あんな元気に喋ってるって思ったら、でその動画を見て外に出て歩いてみたら、すごい自分もその人たちになった気分になれるので元気を出して外に出てましたね。あとは歌う、私歌うことが好きなので、本当に落ち込んだ時はもう歌う元気も出ないんですけど、歌いたくないですね今。まあ歌うのもストレス発散でいいと思います。あとはお風呂にいい匂いの入浴剤入れてゆっくり使う。何も考えてない時とか何もしてない時ってやっぱ思い出すじゃないですか、その嫌なことを。だから思い出さないようにずっと最近はフワちゃんのラジオオールナイトニッポン聞いてました。誰か のずっと喋ってるのを聞いてるとやっぱ考える隙がないじゃない、嫌なことを、その話をずっと聞いてるから。だから思い出さないようにラジオを聞く、自分が面白いって思ってる千鳥の相席食堂を見る、笑ったらとりあえず脳も騙せるかなっていうことで、まあ笑いたくもなんか笑ってていいのかって思っちゃうんですけど、まあ相席食堂本当に面白いので千鳥の番組を見る。
っていうのと、もし自分にこの相談を誰かがしてきたらどう自分が答えるかっていうのもやる。そしたらなんか客観的に見れるかなっていう恋愛とかも。あとね、最近私がメモったのが、あの世界一受けたい授業で長友さんが出てて、ポジティブの考え方みたいな。こっちにはやりたいこと、達成する目標を書いて、それをするためには何をしたらいいかっていうのをこっちに書いて、あと長友さんが言ってたのは自分を未来から見る、なんでこんなことをしちゃったのかっていう why を考えるのではなく、 how、 今後どのようにするか、例えば怪我をしたらなんで怪我をしたのかではなくて、じゃあ今後どのようにするかっていうのを考えるって言ってて、まあ、それもこのノートを見て自分と照らし合わせて、こんぐらいかな。他に皆さんの切り替え方法とか、病んだ時に切り替える方法とかあったら教えてください。まあ、私もずっと落ち込んでちゃいられないので、やっぱり時間が解決してくれるかもしれないし、わからないけど、1年後とか2年後自分がこれ見たら、もしこの悩んでる、こんなことで悩んでたんかっていつも思うので、だからそのために YouTube に上げてるのもあるんだけど、なんか YouTube になんかこの前回の動画とかも上げてたら、自分こんなことあったんかっていう振り返りもできるし、わからない、今何も考えれない、ごめんなさい、やっぱり切り替えれない、すぐには、やっぱ急にはできないね、人って。だ、運動するのもいいかもしれない。なんかあの誰か言ってた、ネガティブな人になっちゃう人は整体に行ってみてくださいっていう、首が凝ってると、首とか肩が凝ってると、あの脳に酸素が、血流が行き渡らなくて、マイナス思考になりやすいらしくて、だからあの騙されたと思って、あの整体に行ってみてくださいみたいな言ってて、あの運動だから、運動とかこう動かすのもいいかもしれないですね。ごめんなさい、親フラがあってしまいました。楽しめるように旅行、家族旅行をうまく切り替えていきたいです。みんな本当にコメント欄すごいポジティブに書いてくれてありがとうございます。みんなみたいにポジティブに生きれるようになりたいなと思いました。今からフワちゃんのオールナイトを聞いて元気を出したいと思います。